ジェームズ・トーマス・マッキャンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラ郡、サンタバーバラ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のニューヨークメッツ所属。愛称は、マッキャノン。2008年の MLB ドラフト31巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されたが、契約せずに、アーカンソー大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト2巡目で、 デトロイトタイガースから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースと A 級、ウェスト・ミシュガン・ホワイト・キャップスでプレーした。オフの10月に開催された、グアダラ・ハラパン・アメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2012年は、A 級レイクランド・フライング・タイガースと AA 級、エリー・シー・ウルブズでプレーした。2013年は、 a 級エリーでプレーし、119試合に出場して、打率、277,8本塁打、54打点、3盗塁を記録した。2014年、マイナーでは、トリプル a 級、トレド・マッド・ヘンズでプレーし、109試合に出場して、打率、295,7本塁打、54打点、9盗塁を記録した。月日に、ロースター拡大により、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは9試合に出場して打率250だった。2015年はメジャーに定着。4月29日のミネソタツインズ戦ではメジャー初本塁打をランニング本塁打で記録した。5月21日のヒューストン・アストロズ戦では 延長11回裏にサヨナラ本塁打を放った。さらに6月28日のホワイトソックス戦でも2度目となるサヨナラ本塁打を放った。その後、聖保守のアレックス・アビラが復帰してもスタメンマスクを被り、最終的に119試合に出場した。打率、264、7本塁打、41打点という成績を残したが、 支球が少ないため出塁率が3割に届かなかった。守備では、112試合で保守の守備について、無失策、投類阻止率42%だった。2016年は、ジャロット・サルタラ・マッキアと出場機会を分け合ったが105試合に出場。105試合の出場で打率、221、109三振と課題が残ったが、12、本塁打を放った。守備は、 99試合で4失策、守備率995、盗塁阻止率45%だった。2017年4月22日のツインズ戦で、小石球を狙った背中を通過する投球を行った、マット・ブイドに対して、ミゲル・サノが指を刺して激行し、これを止めにかかった、マッキャンを、サノが大出し、両チームから選手が出てくる乱闘になった。 この年は106試合に出場して打率、253、13本塁打、49打点、1盗塁を記録した。デトロイトタイガース時代2018年は118試合に出場して打率、228本塁打、39打点を記録した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。 2018年12月19日にホワイトソックスと1年250万ドルの契約を結んだ。2019年は前年と同じ118試合に出場していずれもキャリアハイとなる打率。273.18本塁が60打点を記録し、オールスターにも初選出された。オフの12月2日にホワイトソックスと1年540万ドルで再契約した。 2020年オフの11月1日に FA となった。2020年12月15日にニューヨークメッツと4年総額4000万ドルで契約した。ありがとうございます。